はい、どうも、リュウリュカです。第3次スーパーロボット大戦 Z 天国編続きやっていきます。分岐シナリオになりそうです。その分岐の選択の前段階になります。ブルーが現れた。あ、これで緑の地球にも来てくれっていう話になるのか。アドベントは本当に死んじゃったのかな。
緑を地球へ向かう部隊には SMS とミサイル、タケオゼネラカンパニーと鉄人オークスマーク。じゃあ青の地球に行くしかないな。青の地球へ。モビルスーツ優先なんで僕の流れは。テルアガムの戦力手薄な分、ひどい言い方。モビルスーツは役に立たないみたいな言い方。ここでまだか。一旦インターミッションになるかな。なるね。うん、これで OK。 強化パーツ、ジョバマアーマー、イバジエダアダプタツイデーション、スクリューモジュールか、役に立たんな。まあ一応つけとくか、何もなしよりはマシだろう。標準レンズ買っとくかな。これは持っといた方がいいだろう。で今はハサウェイにつけとくか。避けられるのに尺だしね。よし、分岐ルートの下は よし、じゃあ早速次のシナリオ進めていきたいと思います。ドーン。ここで寝落ちよ。
手付けが来るってことか。第4話、宇宙と大地の狭間。まあ戦力は少なくなった分、敵は弱くなるだろう。かなり戦力少なくなったもんな。半分とかになっちゃった。特に高いなギラズールのくせに。あいつを引き離すんだ。まだこんなことを続ける気なのかよ。俺たちが負けたらスペースノイドはどうなる。いつまでも地球にしがみついている者たちに。僕じゃこいつを扱いきれないのか。うお、半分以上のダメージか。きついな。やってやれないことなんて。動きが違う。やつはまさか。いつまでも地球にしがみついている者たちに。無駄だと分かったら交代してくださいよ。1600か。メイン交代すれば撃破できる気もするけどな。ここまで順調だな。ネオジオン。
刹那たち。はまあ、キュベレーを撃墜する。なお、キュベレーは HP13000 以下で撤退する。いやー、まためんどくさい感じっすなー。私とキュベレーの敵ではあるまい。神指弾、私の中に踏み込むな。ハマン出すのにゼータでいいから、本当ダブルゼータ出してくんなくなっちゃったよな。ダブルゼータな、パイロットだけ多くなるからやりづらいんだろうな。サバーニャ、ハルート、ダブルオーライザー、クアンタじゃないんだ。ああ、なるほど、粒子貯蔵タンク型か。トランザム使えねえんだ。ということは、なんだこいつ。顔つき、特技は違うだけか。攻撃力が高い、技量も高い、乗ってる機体も強い。生意気だな。
ふう。他は関係ないよな。本当フロンタル好きだよ。親衛隊か。なぜかローゼンズールじゃない。その得意な距離で。ガンダムというだけで私に勝てると思うな。大佐への数々の無礼償ってもらうぞ。これで終わりだ。死にたくないのだ。もう下がってくれ。前もローゼンズール出てねえのか。よし、どうしようかな。ハマーンがいるからな。あそこの暗礁ここに向かって進んで戦うか。ミッションを遂行する。突破口を開く。クソ、パワーで劣っているのか。ガンダムタイプやれるのか。ジーエルフィールド。ネオジオンを止める。そう、これがガンダムの力か。ラファエルガンダムの方が強かった。ミッションを継続する。3ターンぐらいは、3、4ターンはかかるな。ローアームばかり使ってたらエネルギーなくなっちまうか。OK、 さすがファ。おお、てかアームロが食らってるよ。
ってくんな。まあ援護防御してくれや。もうラファエルのガンダム避ける気ない感じだな。うん、それでいい。カウンターで倒してくれ。あの距離で攻撃してこれねえんだ。やばい。ハーマンが近づいてきた。ギリギリだ。4でこの命中率ってどういうことだ。マグネットコーティングついてんのか。微妙なラインだな。マキシマムブレイクだったら倒せっかな。コンボ0か。コンボ1でも上げとくか。
うおー倒せねえのかい。いやー参った。やばいな。想像以上に弱い。まだ気力溜まってねえかな。いやいやいや、まあ寝られても困るな。避けられねえから防御。焦りすぎたな。行け、ハンデル。まだだ。貴様のような歪みを放置しては。やばいやばい。このままでは。防御してんのに半分ぐらいダメージを受けた。強すぎんだろハマン。マルチターゲットのせいか。3、4、5、6、7、8、ここまでか。で下がった方がいいな。
何やってんだよ。買えないや。これで外モードはいける。ユニコーンのデストロイモードのジェニオンガイが一番だよな、きっと。よし、捕らえたぜ。準備はいいか、タロウ。お、残った。まさかこれだったら普通に攻撃した方が倒せたな、きっと。4、5、6、7、8、
あ、もう全然近づけないな。これで反撃でも倒せんだろう。乱れ打つぜ。イノベーター発動。こうなってもこうなっても当てる確率 6%。 まあいっか。
戦艦のレベルが全然上がらないの法則が速攻始まってるもんな。よし、あとはハマーンだけだ。次のターンでとどめさす。ダメだ、食らったらやべえことになる。あれ全然移動できねえ。なんでビームガンばっかりなんだろう。その方が助かるっちゃ助かるけど。あ、やべ、削りすぎた。これロードするとどこまで戻っちゃうんだろう。ロード、思ったよりは戻らなかったな。やべえ、完全に油断した。あれ、攻撃対象が変わっちゃった。まあいいか。いやー、あれ、さっき何で倒したっけ。完全に忘れてる。まあいいや。
あららら、全く覚えてない。何で倒したか。いや、じゃあ。信じよう。なるほど、オール攻撃の方が下がっちゃうのか。1万3000以下で撤退か。よし、完璧な調整。13,015。
倒せんだろうか。不安だな。マキシマブレイク使えないのが痛いな。失敗したここは。プレイスメント10だからな。ここもあえて本気じゃねえってところで見ると、ゴー。これだったら13,015ぐらい当たるはず。2000ぐらい。突き上がるな。ハマーンカーンが来たな。デストロイモードな。やってみせる。すみません。なんていけるな。こちらの動きを読む。やはりお前は危険な存在だ。ニュータイプ。小賢しい。やってみせると決めたからには、この木に畳みかける。希望と絶望、それを超えた先へ。今の私たちならそこへ行ける。これがその力。心機一体が生み出すものだ。許せ。OK。来やすいぞ、神指だ。
何を企んでるんだハマーンは。また？北米コーカス。もうファミ通には載ってないな。北米行きましょうじゃあ。いられエフェクター発売。はい、というわけで、第4話、宇宙と大地の狭間クリアいたしました。次回はこの続きからやっていきます。どうもありがとうございました。